えー、こんにちはあ今回のプロモーションはですね、ドゲコインっていうのがあるらしいです。ドゲコインのマイニング会社の方から、 メッセージが来ております。ただね、やっぱりこの会社情報もなければ URL の一本も貼ってないですし、えー、担当者が誰なのかってことも語ってないんですよね。結構ね、こういうの多いんですよ。で、えー、今回のは日本語で書いてますけども、これはね、通常は日本語じゃなくて英語で来ることが多いんですね。それを、まあ、の翻訳して、こうやって動画にしたりするわけなんですけども、今回ダイレクトに日本語なんですが、日本人の方がするような初めてのメッセージではないですよね。 えということで、これも、おそらく、日本以外のアジアの国のどこかの方がですね、片言の日本語を書いて、私のメールアドレス宛に送ってくれたんだと思います。まあ私は暗号通貨に関する情報発信もかなりしてますんで、私ならまあ乗ってくるだろうと思ってね、こうやってメッセージくれたんだと思います。主に YouTube を通じて、私へのメッセージを思いついたと思いますけども、このマイニングのことについて、 えー、ちょっと YouTube で協力してくださいっていうことだと思いますね。今までの例から言って。で、土下コインっていうものの、これからセールスをしたいと。で、そのマイニングもしていくから、この時期にいかがですかってことですよ。私結構ね、こういう時期にマイニングとかね、新しいコインの開発に前向きな会社っていうのは、目があると思うんですよ。 要するに、今、暗号通貨市場ってそんなに良くないんですよね。まあ、ある意味、低く安定しちゃっている。ビットコインも300万前後でウロウロしてるところで、ボラティリティもそんなに高くないんでね。うん。だから、急に暗号通貨で儲かったみたいな話は今ないわけですよ。で、暗号通貨系の情報更新もものすごく地味で、テクノロジー的なことは結構ね、あの、キャンペーンとかあるんですけども、でもそれは専門家向けのものであって、あの、ただ単に情報で儲けたいっていうね、 よく言う暗号通貨の投資家さんのほとんどの方が考えているよくわかんないけどもチャンスがありそう。買っときゃ儲かるんでしょうみたいな。まあ、言ってみれば生半可な情報を受け取りたい人向けのお情報発信は今あまりないんですよ。だからこそ私は仕込み時だと思うんですよね。えー、仕込んだ時の話っていうのも前回もしましたけども、1ヶ月で大きな含み益を取ることができたのは、やっぱりね、暗号通貨に多くの人が興味を失ったからなんですよ。興味を失った時に 安値で底値でで買い叩いい叩てておいてねで新しいニュースとかブームに乗って多くの人がまた注目しだした時にはもう仕込んでおいた暗号通貨の含み益が取れてるってわけでしょそれを繰り返してるだけなんですよ、まあ、ですんで、あのー、誰もが見向きもしない時に仕込んでおくで多くの人があ情報を気にしだしたアクセスが高まってきた時に販売するこの繰り返しで、えー、安値で買い高値で売るってことができるわけですからね形としては単純ですよ本当に今は。 うん、でその中で今あんまり状態がよろしくないでも専門的に見てたあの緩やかに上昇していく時にこういったプロジェクトを持ちかけてくるところは私は好きですねただこの会社と取引はしませんけど <laughs> 取引はしないんですけどもこういった類の会社と新しく取引していって、えー、これは自分でもお,お知らせしたいなってものを見つけましたら YouTube で紹介したいと思いますじゃあ最後にね頂い,いたメールを読んでいきます 土下コインを促進するためにあなたと協力したいと考えています。本文。私たちは土下コインマイニング会社であり、私たちの会社を宣伝するためにあなたと協力したいと思っています。ご協力金をお支払いします。ご連絡お待ちしております。ということで、返信はしてみようかと思います。えどんなあ、ねえー、お便りが来るのか、場合によってはまた公開しますんで、お楽しみに。ちなみに土下コインってのはどういうものなのかっていうことをね、皆さんでもあの検索してみてください。 こうやって、なんだそれゃと思ったら検索する癖をつけていった方がいいと思います。しかも検索結果も1ページ目だけ見るわけではなくて、えー、2ページ目、3ページ目を見た方がいいと思います。このね、土下コインっていうのは同時コインのことだと思うんですけども、うーん、同時コインはまあそこそこ有名なんですけどもね、果たしてあの同時コインのマイニング会社として同時コインが認めてるところなのかどうかってことがわからないんで、 今回はドゲコインというふうにね、読まさせていただきました。うん、で、この同時コインの流通量っていうのは、発行上限枚数が設定はされていないと思います。2022年の3月現在で、えー、1326億同時以上が流通しておいて、えー、ビットコインの発行上限が2100万 BTC と考えると非常に流通量が多いということがわかると思います。まあ、そんなとこですかね。うん まあちなみにね、草コインってどういうふうに高騰が起きるかっていうと、草コインは時価総額がメジャーな仮想通貨に比べて低いんですよ。で、価格が高騰して大きな利益を得られるメリットがあるので、人気が出るわけなんですよね。宝くじのように。一方で流動性が低いんで、ボラテリティが大きくなりやすいというのはあります。突然価格が高騰することもあれば、暴落することもあるんで、ハイリスク、ハイリターンな仮想通貨であると思います。だから余計に底値で買わないと勝負にならないってことなんですけどね。 今回の講義もそれに似てるんじゃないかなと思います。それでは